昨日突如公開されたチンアナゴ風のポケモン、海ディグダ。ディグダとは別種のポケモンとしてポケモンの学会では捉えられているようです。ポケモンの世界にはリージョンフォームというものがあります。今回この海ディグダはなぜリージョンフォームではないのか、過去のケースについてまとめながら解説していきたいと思います。オンジャス、どうもサオでございます。いやー、チンコディグダ出ましたね。チンコの姿で、最近なんですけれども、僕の視聴者って結構人妻の方多いんですよね。言い方どうにかならない、まあ、子持ち主婦が多いんでございますが、まあ、リビングでも安心して僕の動画を見られるっていうね、結構メッセージをいただいております。まあ、今回のチンコディグダに関しての興味深い写真を発見することができました。それがこちら。お前本当にやめろよ。まあ、今日も健全なチャンネルを目指していきたいと思います。昨日公開された海ディグダの動画は皆さんご覧になったでしょうか。まあ、みんな最初どう思いましたか。まあ、リージョンフォームだろって思いましたよね。パルデアリージョンのディグダなんじゃないかって。ジニア教授の見解によると、このポケモンはパルデア地方の浜辺や海に生息している。一見パルデア地方の姿のディグダかと思われたが、住んでいるところも食べるものも違う、まるで別の種類のポケモンだと分かった。研究成果によると、どちらも地面や砂の中を潜るために偶然似たような体になったのではないかと言われているというお話でございました。まあ、後半はさておき、住む場所も違って食べるものも違うって言われても、それは別にリージョンもそうだろうって思いますよね。まあ、ここ含めて見ていきましょう。それでは皆さん、リージョンフォームって何だと思いますか。これは以前の動画でもお話ししたことはあるかと思います。まあ、公式サイトの説明によるとこんな感じになってます。環境で姿が違うポケモン、世の中様々な場所に生息するポケモンだが、同じポケモンであっても生息する場所によって環境に適応した姿に変化したポケモンがいる。同じ地方でも生息する環境によって姿が違うポケモンがいる。まあ、それがリージョンフォームなんだそうです。非常にふわっとしてますよね。まあ、環境の一部ではありますが、別の地方からやってきた外来種的なポケモンのせいで、元々いたポケモンがリージョンに進化するみたいな逆のことも起きる。それがリージョンフォームなんですね。コラッタはですね、まあ、もともとアローラ地方にはいました。しかしこのコラッタが大量発生してしまったんですね。で、この大量発生を払うためにヤングースが連れてこられました。まあ、ヤングースもともとそのコラッタたちの生息地には存在していなかったんですが、まあ、人為的にヤングースを連れてきた結果、ヤングースは昼に行動するポケモンだったんですね。だからこそコラッタは夜型に適応するために体も黒に変えて、天敵に見つかりづらくしたっていうのがコラッタのケースです。次のケース、ロコン、キューコンです。ロコンはアローラ地方に移り住んだポケモンです。まあ、アローラ地方に来たよね。だから雪山で生活するようになったよね。なので今の姿に進化しましたよねっていう、そういう話です。まあ、環境への適応です。それでは次のケース、翡翠地方のケースです。翡翠地方は非常に特殊なリージョンです。まあ、この翡翠地方の姿、リージョンフォームは絶滅したんじゃないかとも言われてます。まあ、今でも生きてるポケモンはひっそり暮らしていると思うんですけど、まあ、この中でも非常に面白いのがヌメルゴンについてはカタツムリなんですね。で、カタツムリが実際の世界で進化するとナメクジに進化します。なので今のヌメルゴンには殻だった頃の名残が尻尾についています。これがなぜ面白いかっていうと、このリージョンフォームは過去の姿、つまり今のヌメルゴンこそが現在の環境に適応したある種リージョンフォームになるわけです。それでは次のケースはガラルジグザグマでございます。ガラルジグザグマ、結論から言うとガラルジグザグマの方が原種です。そこから派生したリージョンみたいなものが一般的に知られているジグザグマだったんですね。まあ、いろいろなケースをまとめてきましたが、リージョンフォームの中にはなんか別種のポケモンに進化するポケモンだったり、原種が数を減らし後から出てきたリージョンフォーム的なものが一般的なそのポケモンの種類として捉えられるケースっていうのもあるよっていう話でした。さあ、ここから生物学のお話をしていきましょう。出たよ、意味わかんない解説。さあ、この今までお話ししてきたリージョンフォームの多くに当てはまるのが適応放散というものです。なんだよそれ。適応放散、同じ起源の種族、種類、それが環境によって様々に分岐して進化していくこと、これが適応放散って言います。適応放散を解説する上で有袋類が取り上げられることが多いです。カンガルーとかですね。
通常のカンガルー草原を時速約70キロで駆け回ります。陸上に特化した姿です。しかしポケモンのリージョン的に考えると木に適応した木登りカンガルーっていう生物がいるんですね。木を登って天敵からの攻撃を避け、足は木からの着地に使うように進化、クッション性を持ちました。そして足には鋭い爪、木を登るための爪がついています。なので適応放散、非常に難しい言い方をしてますけれども、これがリージョンホームの元になっているものです。よくわかんないけど進化ってすげえな。そうなんです、進化ってすごいんです。だからこそ今回のディグダの話をここからしていきます。このディグダっていう生き物はモグラがモチーフです。そして海ディグダはおそらくアナゴ、その辺の種族がモチーフになってくると思うんですが、海ディグダってなんかどっかで見たことありません？みんなの腰についているドジョッチ見てみてください。ディグダ的な見た目をしているんですけど、細長い魚類みたいなものもそもそも登場してるんですね。ドジョウとアナゴって全然違うんですけど、哺乳類と魚類だからこそリージョンホームではないですよね。もともとが同じ種類から派生したものではないというわけです。しかしなぜここまで姿が近しくなるのか、修練進化、収束進化というものになります。修練進化っていうものは同じ環境に身を置いた別種のグループの生物が似たような進化方法をたどる、類似した形質形態に体が変わっていくっていう現象です。哺乳類と魚類でも同じようなケースが起こります。それが今回のモチーフになってます。これが収束進化ってものです。そしてさらに面白い部分はディグダの元になったモグラ、モグラも収束進化をしています。フクロモグラとモグラ、有袋類と、特殊な哺乳類です。ウナギやアナゴに対してヤツメウナギだったりヌタウナギだったりタウナギだったり、この辺はもう別の種類の生物なんですけど似たような姿を獲得してるんです。いやー解説しましたね。待て、もう一個忘れてるぞ。こちらですよね、皆さん気になります、ガラル地方の山頂って何なんですかというお話ですよね。ガラル地方の山頂についてはまずはこちらの動画をご覧ください。ガラル山頂の BGM ってよく聞いてみるとかなり完成度が高いんですよね。なのでちょっと少しずつ区切って聞いていきましょう。ある曲のようなフレーズが後ろで流れているのがわかります。それがロケット団のアジトですね。かすかに聞こえる、でもロケット団ともちょっと違うみたいな、ここでも不思議な感じがすると思います。ロケット団っていう存在ってやっぱり皆様の頭の中に残ってるじゃないですか。怪しい存在、怖い存在みたいなもの、それを彷彿させるようにあえてこのフレーズっぽいフレーズを入れてるんだと思います。しかもなんでこのロケット団っぽいフレーズなのかっていうと、なんか聞き覚えのあるような曲だなって感じさせて、しかし本当はオリジナル曲なんです。
完全な別物のようでどこか初代っぽいみたいな。 BGM の構成自体が違和感を押し出した作り、かつ聞いたことあるようで全く違う BGM っていうのが非常にキーワードになります。聞いたことあるを見たことあるに変換するとこうです。見たことがあるような全く新しい生物、それがガラル山頂です。ガラル地方の人々が関東の山頂に対して詳しくないので、見た目が非常に近しい、あれこれファイヤーサンダーフリーザーっていうポケモンじゃねと勘違いしたのがバックグラウンドストーリーになっています。なのでリージョンフォームではない、完全に別種、まあ海ディグダのような収束進化的なポケモンなんでございますが、研究が伝説のポケモンなんで進んでいないのでわからないっていうのがガラル山頂なんです。その証拠に取ってつけたような氷要素、炎要素、雷要素が説明されています。ああだからそういう名前で呼ばれてんのかみたいなね、ガラル地方の人々の考察が目に浮かびますね。まあ、ウミディグダは一般的なポケモン、まあ、見ることができるポケモンなので研究が進んでいて別種って分かってるってイメージです。いや奥が深いというわけでございました。またリージョンホームについての動画は出したいと思います。気になったら過去の動画も見てみてください。今回チャンネル登録をするとですね、ウミディグダがみんなのする確率が 1% 上がります。ぜひともチャンネル登録してみてください。それではご視聴ありがとうございました。残念ですがさようなら。